シャキー、どうもひかりです。ねねです。今回はひかりとねねのポーチの中身を紹介していきます。ティアラチャンネル。このポーチは原宿の竹下通りのクラフトホリックというお店で買いました。聞いたことのないお店このキャラクターが結構多いお店です。へえ、かわいい。2個あるんですけど、こっちからニコラの付録のポーチです。ちょっとピンク色がかわいいです。かわいいね。ここに持ってるところがあるから便利で、次スヌーピーの黄色のなんだウッドストック。ウッドストックらしいです。かわいいです。なんかハンバーグ屋さんのお子様ランチでもらって、お子様ランチでもらいました。かわいい。じゃあ中身紹介していきます。こんな感じなんですけど、中にもね、柄が入っててめっちゃかわいいです。すごい。あとね、ポーチの中身が少ないんですよ、私。まずリップ。これはキャンメイクのステイオンバームルージュの一番です。あとこれも原宿の三宝石で買った。かわいい。こっち側がリボンになってて串にできて、こっちにもね鏡がついてます。へえ、すごい便利だね。あと最後はこちらの鏡です。これがなんか開くと上側が普通の鏡になってて、下が拡大鏡になっているので細かいところとかも見れて便利です。おお、以上です。いきます。チャックがここまで開くのでパカッて開きます。じゃあファンデーションからいきます。これはママからもらったコフレドールのビューティーオーラパックと UV のファンデーションらしいですね。次これです。ブライトアップパウダーです。フェイスパウダー。キラキラ。次こっち、まあ、100均のものが多いですね。でこれはダイソーで買ったエスポルールパウダーファンデーションです。なんて自分でデコしたの。あ、はい。なんかテープがあって、なんかテープのベタベタある、それがなんかくっついちゃったからシールを貼りました。次これはルージン12色のリップです。パレット01番。色がめっちゃあって百均には見えませんね。でこっちはルージン12色のアイシャドウパレット03番です。キャンメイクのパーフェクトスタイリストアイズです。07番です。色がめっちゃ可愛い色ですね。使いやすいね。はい。でここにも鏡があって目だけを見ることができるから便利です。次チークはセザンヌのミックスカラーチークの02番です。次ニコラの付録のこっちがチーク&リップで、こっちがラメアイシャドウです。すごい。ピンクラテとコラボしたものですね。次は筆系です。あ、違う、こっち、これです。ダイソーので買ったビューラーです。めっちゃこれ使いやすくて、替えもついていたのですぐ替えることもできます。これさきちゃんも買ってなかった。買ってた。すごい、おそろそろ。で次筆系です。でこっちはメイク直しペンです。ちょっ
と使っちゃってるんですけど、なんかアイシャドウとかがなんかこことかについた時に間違った時に消せる、そんなの便利です。はい、ダイソーじゃない、セリア、セリアで買いました。で次はセットです。これもデコりました。でこうやって立つからこうやってやることもできます。これがアイシャドウの台と小で、こっちがリップのやつで、スポンジのアイシャドウで、こっちはフェイスの筆です。次、リップのペンです。ここがピンクになっててめっちゃ可愛いです。で、あとミッキーの柄もあってめっちゃ可愛い。ピンク好きだからね。これ、何だと思いますか？リップブラシ？なんで分かった？ここ、はめるとリップのブラシが出てくるのでめっちゃ長くなるし、ここが押されて出てくる感じです。めっちゃ便利です。コンパクト。はい、これはもう終わりです。次、こっちリップです。で、次はこっち、かわいい、かわいい。あの、これはなんかどっかでもらったか買ったです、小さい頃に。で、これリップグロス、ピーチの匂いがします。色とかも3色あって、で、濃いピンクとか薄いピンクとか、ちょっと濃いめのピンクとかがあって使いやすいですね。次、メイベリンのリップクリームです。これ色付き、ちょっと薄めだから学校にも使いやすいと思います。はい、で、これはミシャ味マジマジカルティント、スカイブルーです。これ青なんですけど、つけたらピンクになります。すごかの、ね、マジック。次と、これはオルビスのグロスルージュです。かわいい、ちょうどいい色なんですね。めっちゃかわいいです。はい、次、最後です。これはピンクラテティントリップのやつです。これアリサちゃんとニコラを紹介した時に、化粧をしてもらった時に使ったリップです。色も濃いけど、なんか大人っぽくしたりする時に使いやすいです。以上です。はい、ねねから美容についての質問をひかりちゃんにしていきたいと思います。あ、緊張するね。好きなメイクのブランドは何ですか？キャンメイクが一番安いし使いやすくていいと思います。発色も良くてめっちゃ使いやすいね。そう、ねねもキャンメイクが一番好きです。でもダイソーしかあんま持ってないけど、安くて便利ですね。と、次に毎日使ってるリップとかありますか？毎日使ってるリップは、学校の時だったらメンソレータムの色付きのリップを使ったりしてます。あ、学校が次の日ある時です。美容って、あ、美容なんかに気をつけてることとかありますか？あんまりファンデーションつけないとか。ファンデーションつけなくて、私はいつもニベアを下地代わりにつけて、ファンデーション代わりにベビーパウダーをつけてます。へえ。はい、真似します。だってこの中3個もあったんだよ。やばいでしょ。以上です。質問が。というわけで、ひかりとねねがポーチの中身紹介をしました。しました。バイバーイ。バイバーイ。